えとここアップになるかなこの部分。はい、ありがとうございます。これがですね、タタラバの入り口ですね。えー、正面の,あの橋があって、そこに一応ここの部分だけ可動にしてもらいました。こういうふうにですね、えー、巨大な杭がです、ね、開くような構造で中に入れるようになっています。えー、この入り口はこの幅広の橋1本だけですね。 で、毎日ですね、日が暮れる前にですね、男たちが4人がかりで巨大な、まあ、あの、仕掛けを回してですね、この橋をですね、閉じてしまいますですね。門を閉じてしまいます。もちろん目的は外敵を防ぐためです。で、えー、この門はですね、あの、外開きですね。あの、内開きにしちゃうと、工場兵器って言って、城を攻める、あの、でかい杭みたいなやつで、どんどんどんとやると開けられちゃうんでですね、絶対に外側から押して入れないような、引き戸式のですね、構造になっている。 わけですね。だからもう完全に本当にあの守るための山次郎のような構造になっています。で、えー、じゃあこれ焼き打ちすればいいじゃないかというと、 タタラバの構造からというか、あの、元々の定義からしてですね、焼き打ちの攻撃できないんですよ。それはなんでかというと、まず中央にですね、巨大な、あの、製鉄用のタタラがあるから、防火設備が整ってるというのもあるんですけども、なんでタタラバを攻めるのかというと、これが欲しいからなんですね。タタラバの施設と技術者が欲しいから攻めるわけでですね、実際に兵隊を入れて降伏させるしか方法はないんですよ。ここの中の人とかですね、設備を 殺しちゃったり壊しちゃったりしたら、それはもう意味がないんですね。タタラバが欲しい人っていうのは必ずタタラバをですね、壊したいんじゃなくて欲しいわけですから、焼き打ちっていうのはできない。なので、この構造をですね、城としてすごい優秀なわけです。で、えー、実際にですね、このタタラバのですね、使われ方をですね、えー、アニメの中のシーンで見てみようと思います。えー、さっきも言ったように門は開閉式ですね。外側に開くタイプです。 で、中入るとですね、えー、案外ですね、あの、ご飯を炊く煙とかがいっぱい上がってて、まああの、生活しそうな風景です。で、下の車ですね。あの、車っていうふうな言い方をしてますけど、この模型で言うと、うあの、下の車、上の車の二重構造になっています。で、この下の車の方は、え牛、飼いたち、牛追いたちの生活スペースになってるんですね。上の方は、タタラバに住む、えー、女の人たちのスペースなんですけどもですね、 えー、男女混じって、で、まあ、こっちに戻りますけども、で、えー、奥の方の建物を見るとですね、2階にですね、宴会場みたいなのがあって、まあ、こうみんな飲んだり食べたりしてるんですよ。だから、2階建ての建物もですね、割と、あ、多いんですよね。タタラバのですね、この下のクロアの方はですねで、男女混じって楽しそうにしてるんですけども、実は食事が男女別なんですよ。3番目のコマ見てください。男たちだけでですね、仕出しのご飯ですね。 えー、この男の人がですね、自分のお茶碗に、まあ大根を炊いたのかなんか入れてるんですけども、みんなこういうふうなご飯の食べ方してるんですね。えー、学校給食みたいな食べ方してます。で、男も女も、あの、門のところからですね、玄関のところからそれを覗いて林やしったりするんですけれども、男たちは女たちがいるところに入っていこうとしない。門のところまでしか来ないんですね。で女たちもこの、えー、足高がですね、いるのを見てですね、 玄関のところに集まって生やしちゃってるんですけど、決して中に入ってこないんですね。ちょっとあのかなり不思議なですね、あのー、学校みたいな風景なんですよね。で、こういうふうにですね、たたらばっていうのはできている。でもう一回戻模型に戻ります。で、えー、この下の車ですね、まあ,あ、お店があったり、ご飯屋さんがあったりですね、物々ブツブツ交換の場所。交換っていうかね、米とか配給制みたいです。 で、そういうですね、のがある奥に行くと一本道があります。この長い一本道が上り道になって、えー、上の車ですね、に繋がっているですね、細い道があります。で、えー、普段はですね、この上の車と下の車の間のこの門は開放されてるんですけども、ね、だから、あの、男女が自由にここで交流できるようになってるんですね。えー、で、ところがですね、有事、何か戦闘があった場合は、この門が閉鎖されて、 上の車が完全に独立するようになっているんですね。で、あの、ローマ水道もですね、この上の車の巨大な貯水池にですね、水が溜められるようになっていますね。あの、攻め込まれたら、いざ戦争で攻め込まれたら、下の車を捨てるのが目的なんです、ね。